3X プラス 2Y プラス 5Z 行こう。西川濃密脈スマホ横スクロール弾幕アクション東宝アルカディアレコード行って西川さん入られます。お願いします。お願いします。タイミングでこの教科書がパタンと倒れる今仕掛けを作ってます。はい、はい、しようかなと思います。よーいスタート。せーの。そっち、あ、そうです。はい、ちょっと一歩出します。出た。違う、出るかな。せーの、わー、勝ったで、その頂点のところでライトチェンジ。ワンテンポ遅れてるんですね。決まってからどこに僕が当たりに行くっていうのがありますから。なるほど、なるほど。これで、はい、これはい、よーいスタート。 3X プラス 2Y プラス 5Z イコール36。どうする。では本日の撮影以上です。ありがとうございました。どうもです。ありがとうございます。お話自体は随分以前からお話いただいていたので、やっと撮影までたどり着けたって感じでした。はい。クリエイティブ的にはね、映像作品としてはこう狙いもいろいろあったと思うんですけれども、僕的にはもっとしっかりアクションやりたかったなっていう感じです。これはもうフリー素材みたいなもんで、もうみんな自由に使っていいみたいな感じになりつつあるぐらい、もう本当にあのネットの方では浸透していると思うんですけれども、そんな本当にこういわゆるこう SNS とかの黎明期ぐらいから、それこそ掲示板とかぐらいからかな、本当にあのたくさんの方が、愛してくださったキャラクターを今回僕がやらせていただくということで、本当に、ね、ファンの方というかお好きな方にはなんか申し訳ない、心苦しくてしょうがないんですけど、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。まあ、実際のレイムちゃんも結構こうね、露出度の高い格好だったりとかするので、まあ、ミッドセクションっていうか、やっぱりなんか削れてるかどうかっていうのはそこら辺で見ることが多いので、まあ、短い間ですけども、まあ、普段からだいたい1年通年通して、大会のコンディションのだいたい7割から8割ぐらいのコンディションで1年間通すっていう生活をしてるので、まあ微調ぐらいなんですけども、だからまだ今日は固形物を口にしてないぐらいですかね。あと水分の量を削ってって感じですかね。僕自身もだから半ばレイムちゃんとかと一緒でフリー素材みたいな感じなんで、みんないじられて、みんなにいじくり倒されて今ここにあるので、もういいとか悪いとか関係なく、はい、楽しんでいただけるものになってればいいなって感じですかね。中学ぐらいからもう僕バンドを始めたりとかしてたので、まあ、そういう意味ではそういう休みの期間とかに自分たちで会場借りて、で自分たちでイベント企画して、で自分たちでチケット作って自分たちで売ってみたいなことやってたので、本当にこうなんかこう自分で今やねフェスとかもやらせてもらってますけども、もう中学高校ぐらいからずっと同じようなことしてましたね。はい、そんな感じでした。
そうですね、怒られてばっかりでしたね、本当に。何なんだろうな、別に全然普通なんですけどね、僕何にも悪いことしてるつもりないんですけども、はい。でもまあ今思うと可愛がってもらえてたんだなと僕は思ってます。多分いじりやすかったんですよ、はい。とにかくですね、レミちゃんをはじめこの東宝プロジェクト、もう本当にたくさんの方に愛された作品ですし、これからもまだまだどんどん続いていくと思いますけれども、ぜひね、これをきっかけにまた新しい、スマホ型の、ゲームとしてですね、また楽しんでいただこうと思ってますんで、CM 見てがっかりせずに、ぜひともどんどんアプリの方で遊んでください。よろしくお願いします。